カッティングとは、ウエスタン式の馬術競技の一種であり、人馬が短時間で子衆を群れから引き離す能力が競われるものである。この競技は、もともとアメリカ西部の牧場で発展してきたものである。牧場では、予防接種虚勢、仕分けを目的として、牛を群れから引き離す仕事、すなわち、カッティングが馬に求められていた。この仕事をする中で、カッティングに、 最良の人馬を決める競技が自然に生まれてきたのである。そして競技規則は整備されていき、1946年にはカッティング競技の統括組織として全国カッティングホース協会が創設された。カッティングホースにはクォーターホースが多いもののアメリカンペイントホースやアパルーサといった他の品種も用いられる。カッティングホースはいかにして子牛を群れに戻らないようにするかを 直感的に理解しており、かつ競争心旺盛に見えるように訓練されているものとされる。カッティング競技では、狙った子牛を速やかに引き離すとと,ともに、牛の群れを騒がせないことが求められる。そのため牛の群れには、波足か、ゆっくりとした早足で静かに分け入るが、群れの端ではなく十分に奥まで入っていかなければ、ならない。群れに入り、馬場の中央に子牛を引き離すまでは、騎手は、 タズナで、馬の口と軽い接触を保つが、一び引き離してからはタズナを緩めきり、片方の拳は、蔵の方に置いてしまわなければならない。これ以降のタズナによる扶助は減点の対象となる。馬は引き離した子牛に対し、群れを背にして退治し、子牛が群れに逃げ戻ろうとするのに合わせ、素早く左右に動くことでこれを防ぐ。これは、馬が自ら行うべきであり。 騎種の扶助は限定的でなければならない。格子牛が静止し、群れに戻ろうとしなくなったら、また群れに向かい次の格子牛を引き離す。競技には、カッターと呼ばれる実際に格子牛に向かう選手の他に、ハードホルダーと呼ばれる2機のン馬が、馬場に入り、カッターが格子牛を引き離している間、群れをまとめておく役を務める。競技者には2分半の時間が与えられ、その間に格子牛を、 おおむね3回引き離す。審判員は60から80の点を与え70が平均とされる。カッティングは最も成長しつつある馬術競技の一つである。インチ主催の若駒競技であるインチフューチャリティ大会では2006年には第1回大会の100倍を超える3700万ドルを競い合った。インチ公認競技会での総賞金はオーストラリアカッティングホース協会。 アメリカカッティングホース協会や、ヨーロッパとカナダの競技会での賞金を除いても3900万ドルを超えている。日本においてもウエスタンバー術は広まってきているものの、牛をも使用している乗馬クラブ、乗馬牧場は少なく、競技としてのカッティングはほとんど行われていない。騎手から馬への指示、ありがとうございます。